こんばんは、シンガーリンコです。私の曲ワンナイトがアップルミュージックのプレイリスト初めての JETM のラストソングに選ばれました。私がアーティストとして今まで自分をどうキープしてきたか、アンチエンジング、自分の経験したことをお伝えしたいと思います。私がストレスでなってしまった体中にできた毛包炎のブツブツのシミをどうやって消したかお伝えしたいと思います。今日はこれからちょっとグロテスクなブツブツな写真をお見せしますので、心臓が悪い方、そしてブツブツがダメな方、ちょっとご注意ください。最初はこれくらいしかブツブツができていなかったんですけど、毛包炎だと思わなくてジンマシンだと思ったんですね。なのでそんなに気にしてなかったんですよ。そしてそれを放置していたらもっとひどくなって、こんな風になりました。いやー、足がめちゃくちゃブツブツになっちゃって、もうほんと人生最悪な時でした。そして1ヶ月後がこの写真です。ブツブツがあったところが黒くシミになってしまっています。もう毛包炎で足がブツブツだらけになってシミもいっぱい残りそうなんですけど、絶対また水着も着たいし、もう後に残ったらマジやばいと思って、本当に人生で一番気合を入れて美白に頑張りました。そして1年4ヶ月後の写真がこちらです。もうね、毛包炎になった時はもう人生最大のピンチで、もう二度と水着は着れないんじゃないかって本当に心配したんですけど、頑張ってここまで綺麗にしました。3年前に毛包炎になった時はめちゃくちゃ忙しくてストレスもいっぱい溜まってたと思うんですよ。付き合いでイベントに行きまくってたんですね。それでお酒も飲んでたので活性酸素もたくさん溜まってたと思います。それでデトックスのつもりで岩盤浴に週2は行ってたんですけど、ストレスで体に毒が溜まりすぎたせいか、なんと岩盤浴に行った次の日にブツブツが出てきてしまいました。だいたい毛包炎は早いうちにお薬をもらっていれば1週間ぐらいで治る病気なんですが、なんと私が病院に行った時はいつもの先生がいなくて代理の先生だったんですけど、誤診だったんですね。ジンマシンだと勘違いされてジンマシンのお薬をいただいたんですが、全然良くならなかったです。気づいたら足や太もも、お尻、そして腕の方までもブツだらけになってしまいました。毛包炎は毛穴を包んでいる毛根の部分にできる炎症です。男性のひげ剃りや傷などから皮膚に細菌が入り炎症を起こします。管理が不十分な入浴施設なので緑膿菌と呼ばれる菌に感染して起きることもあります。予防としては皮膚を清潔に保つことが大事です。軽度なら抗菌剤で1週間ぐらいで治ります。毛包炎の傷跡がシミにならないように何をしていたかというと、週に1度プラセンタ注射を3本、そしてニンニクプラスビタミン C 美白注射を1本していました。スペシャルケアで近くのジムでね、酸素カプセルとコラーゲンマシンがついてるところがあったんですね。そこに入会してだいたいね、ジムの料金が7000円ぐらいで、酸素カプセルとコラーゲンマシンがついて、月の会費がね、2万5000円、6000円ぐらいでした。ちょっと高いんですけど、どうしてもこの毛包炎の傷を残したくなかったので、頑張って通って、週に3回か4回ぐらいは通ってました。そこのジムのコラーゲンマシンなんですけど、結構新しいマシンで、縦型の15分ぐらいコラーゲンランプに当たるマシンだったんですけど、なんか結構良くて、そのコラーゲンマシンに入った後肌がツヤツヤでした。私が入る時はね、いつもビタミン C のフェイシャルのマスクをしてからコラーゲンマシンに入ってました。もうね、どうしても本当にシミを、このシミを絶対消したくて頑張りました。プラスね、温泉に週に3回、4回ぐらいは行ってました。そして週に1回ぐらいのプールと、ランニングと筋トレで、週に4回か5回ぐらい運動してました。そして肌のために緑黄色野菜をいっぱい食べていました。ほうれん草やブロッコリー、人参、そしてパプリカなどたくさん食べてました。そしていつもの私がおすすめしている、コラーゲンの天使のナラを1日、2袋
次の日3袋は飲んでいました。以前にね、天使のララの、あのコラーゲンの動画も作りましたので、概要欄に入っていますので、ぜひ見てください。どうして私がこんなに美容にこだわるかというと、毛包炎の、あのやっぱり跡が、日焼けしても平気なんですけど、よくよく毛穴を見ると少し跡が少しあるんですね。今でも日焼けしても絶対シミにならないように、いつもビタミン C とコラーゲンといろんなサプリメントを取って、絶対またシミがぶり返さないように気をつけています。ぜひ皆さん、体にシミがあって悩んでる方がいましたら、私の、あの個人のやり方でしたが、頑張ってシミや火傷の後直しましょう。では今日のピアスはこのビージュのクリスタルのピアスしています。キラキラで超可愛いでしょ。そんなに重くない。では今回の動画が良かったなと思いましたら、高評価ボタン、チャンネル登録、そしてコメントをいつも見てるのでよろしくお願いします。バイバイ。